皆様、こんにちは。KFR スニーカー。漢字のユニークさを探求してまいりましょうというシリーズが続いておりまして。もう前回は、ものすごい数とですね、文字資料についてね、それは特に、考古的な、出土したもの、まあ、土が出てきたもの、剥製のもの、そういった方面でね、文字資料というもの、それが、秦漢より前のもの、戦国、もっと前の、一番最初で言えば、殷周とありますけれども、そういったところからね、秦漢までずっとね、見てまいりましたけどもね、最後のところでね、今ここに出ておりますね、この殷墟文字類編というのがありまして、この中で、こういった辞書を編纂して、講釈までしてる、すごいっていうね、こういう研究ありました。王国井さん、羅針玉さん、蕭翔さんと ありますけどね、この人たちが近代的な文字学をもう始めた最初の人たちが、じゃあ、どうしてこういうね、システム、こういう文字をどうやってまとめていくんだと、そういうことをね、なんでかっていうことに興味いっちゃったわけですよ、ここで で、そこでね、前からずっとやりたかったんですけどもね、そういった文字をね、考えてきたその系譜、それをずっとね、見ていきたいってことをね、持ってまして、それは今度は逆に言えば研究の方に値するわけですよ。それは文字学としてのね。それを、著録という形で、本の形、ブック、それでまとめてくれてるっていうものがありましてね、それを今回見ていこうっていうね、ことでね、やっていこうと。前回の最後でもう期待させてしまいましたけどね。今回は、ものすごい数ある。あ、今回もだ。毎回ですか。もう毎回もう大変なことになっておりましてね。だから、やっていこうじゃないかっていうことでね。今回は、著録、研究、その書籍の方、ブック、見ていこうということでね。こんなものから、まず行ってみたいと思います。こちらなんですけどもね、宋の時代の写本の設問開示というね、ことで。で、徐海さんという人が肯定したものだということをね、少女本って言われてるんですけども、もうずーっとね、設問開示というものをね、かなり見てまいりましたけどね、まあ、この設問開示自身は、漢代、後漢の巨人さんがね、まとめたものですよね。古文学者というね。古い文章を読みたかったっていうね、そういう人たちが、もう、じゃあ、まずは、この漢字はこういう意味で使ってるっていうことをね、もうまとめちゃおうということでね、そういった辞書を作ったわけですよね。で、それはもう原本っていうのはもう、当時はやっぱり、漢徳だろうと。蓄漢とか木簡に書かれたと思われます。で、それが、ずーっとね、もう伝わって、そうぐらいがやっぱり、我々が今見られる、その様々な古典籍が肯定をされた形で、それで出版されたり、書かれたりして残ってるということでね、見てまいりたいんですけど、その初期の頃にやっぱりね、蓄漢とか木簡で書かれたっていうのは、ここに罫線があるって話もね、出てまいりましたよね。ここにちゃんとあるんですよね。だからこう一本のやっぱり蓄漢みたいなね、そういうイメージですよね。これ本当に束ねてある。それ横に並んでるっていうね、そういう形であります。それを踏襲して、こういった形で版本になっていたり、まあこれは写本でありますけども、こういった写本を書くときには、もともとこういうね、罫線を用意しておいて、これは、言ってみれば、原稿用紙みたいな状態でね、で真ん中にこういうふうにありますと。折り目がつくところですね。で、そこに、こういったタイトルが書いてあります。罫電通釈って書いてありますね。まあ、設問開示、罫電っていうのが本当は正しい言い方でしてね。つなぐ電って書きます。で、それを釈、通釈、通して解釈したものだというふうに書いてありますよね、ここに。ということでね、こういった研究で、ずーっとこれから、文、文っていう字ですね。これをね、見てまいりたいと。用意してまいりましたのでね、行きたいと思うんですけどね、ここにちゃんとね、設問開示の書いてある内容書いてあって、そこの、解曰くから、徐海さんが考えたことを、まあ、今から1000年ぐらい前の徐海さんの意見が書いてあると。
いうことでね、ありました。それで、このね、お兄さんが肯定したね、大序本というのがありますから、ちょっと見ていきたいと思います。こちらなんですけどもね、これが宋の時代に漢本として残されたね、徐海さんのお兄さん、徐元さんが肯定した大序本。さっきは章だったのは弟だから。ということでね、基本的に説問開示には、この大序本と小序本があるということね。で、基本的にはこの大序本の方がかなりルフした。みんなが使った。それはどうしてかというと、小漢本でも出ていて、これでも残ってるんですよね。これすっごい貴重なもので、四部草巻っていうね、中にね、出ておりまして、もう、宋の時代の漢本を復刻したものね。それから取ってまいりまして、文、ちゃんとありますと。こっち。で、このね、やっぱり、徐元さんの大序本が使えた理由というのがね、一つあって、徐海さんの場合はね、さっき意見をこの後に書いたね、いろいろね。だけど、この大序本の方はね、意見はね、あんまり、元曰くっていうのはね、書いてある部分も時々あるんだけども、それがないから逆に辞書としては説問開示の本文を伝えてるという意味で、すごい使いやすかった。コンパクトだった。ということで多分ルフしたんじゃないかなということが考えられる。ということで、このね、徐元さんが肯定した大序本がありましてね、こういうものが創刊本だった、創版だということで、見てまいりました。そして、こちらなんですけれどもね、こちらはね、高寛さんという人なんですけどね、が、たくさんメモを書きまくった、こういった説問会社が残ってましてね。と言いますのがね、先ほど見た創刊本というのはものすごい貴重なね、書物でしてね。これで、秦の最初ぐらいにですね、旧古閣っていうところがね、もう蔵書がいっぱいあってね、貴重な漢籍を、創版をね、復刻したんですよ。で、そういう本があったり、それからまたどんどん孫で漢本が作られてたりして、この孫正円という人はね、この人もね、すごい学者だったんですけどね、が、平心館というところで作った説問開示を、それを買ったね、高官さんがたくさんメモを入れ、書きまくったというね、すごい本でしてね、ここにね、いっぱいね、この文のところを持ってまいりましたけども、書いてるんですよ、メモをね。で、こういった形で、この説問開示に注釈をする形、コメンタリーをする形、言ってみれば、古典籍の研究っていうのは、どのね、ギリシャ語で書かれたものにおいても、アラビア語で書かれたものにおいても、そして、サンスクリット語で書かれたものにおいても、ラテン語で書かれたものにおいても、大体ね、学者が前やったものを、どん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 ですね、コメンタリーを蓄積していく形で研究が進んできた。これはね、伝統的な研究方法なんですよ。そういった形でね、やっぱり、ユーラシア大陸全体で同じくしてですね、この、説問開示においても、やっぱり昔やった、寛大の巨神さんがやったものに関して、注釈を加えるっていう形でね、やっぱり研究進んでんだなーって、こういう形でね。そういうものが見れてまいれて、面白いんですよね、研究の歴史という意味でね。こういう仕組みだと。で、スコリアっていう言い方するんですよね。まあ、KF スコラっていうのをね、もう一回やってますけれどもね。そのね、注釈のことをね、スコリアっていうんですよ。で、それをやる人がスカーラっていうんですよ。注釈者って意味なんです、スカーラ。それで、ありますからね。本当に、高官さんっていうスカーラがですね、スコリアを書いているというね、注釈を書いた主碑と言いますね。そういった面白いものを見てまいりました。そして次に行きますとね、やっぱり説問開示の注釈として有名なのは、今の高官さんよりちょっと前ですけれどもね、弾玉祭でしょ、ということでね、彼がやっぱりこのね、説問開示のこの部分に関して、ドワーンってものすごい数ね、注釈するわけですよ。で、ここでは罫線が消えちゃってるけど、もともとこの注釈は甲冑というんですよね。割る注。何を割るかといったら、これは今縦に罫線が入ってないけども、この大体これ1本が竹簡だと言いますね、木簡。それに対して字を半分の大きさにして、それで書いた甲冑というんです。それもしくは胸注と言います。挟む注。胸を挟む注。だから挟み込んだ。高校のね、この文は、作画であるというところに関してね、作画なりと、ものすごい数で注釈しまくってんですよ、いっぱい。こういった形で、弾玉祭はね、説問開示に注を加えたということ。
団柱というんです、有名な。もうこれ言ったらもう団柱と聞けば設問開示だというね、ぐらい。まあ基本的にいろんなね、ある、その古い古典籍にはいっぱい柱があります。もう歴史的にずっとね、それが蓄えられてきて。それで、その書いてあるたかが3文字のことに関してもいっぱいあって、その研究が蓄積してるってことでね、面白いんじゃないかって言って。で、次のところの文章はここに関してまたバーって。で、次のこの部分に関しては、バーってまたやってるわけですよ。ということでね、甲冑という形で、弾玉祭の設問回収、見てまいりました。そして、こちらなんですけど、今度はね、御台長というね、この人もやっぱりすごい学者でしてね、設問古中法。これは何だと言ったらですね、彼は何をやったか。もうタイトルを見れば、歴然としております。これは、設問回避にある文、というね、今出したここに関しては、篆書、小篆に関して、古中というのは、前回やりました、戦国時代のね、古い文字のことなんですよ。秦が、始皇帝が統一をして、小篆をする前の文字というね、この古文というのは基本的には、いろんな国で戦国時代伝えてた。この中文というのは、秦が統一する前に使ってた、というね、だから、古中という。でも、この分け方は、アバウトすぎるし、今は、もっと精密に分かってきてるから、あんまりこの用語は使わない。ですけれども、そういう意味なんですよ。まあ、言ってみれば、戦国文字として考えていただければ、それかもしくは、殷、周の金文も含んでる。この中にはね、見れば、中身を見ればそうなんですけれども、そういった感じで、殷、周、戦国の文字として考える。それで補った。つまり、これのタイトル、4字で字のごとく。この設問開示にあります見出しの、まあ、この見出しの字のことを新字と言いますね。親の字と言います。それに関して、これだけのいろんな金文にある文字、字形がこれだけありますよということで始めたわけですよ。つまり、これは何かと言ったら、文字学が始まったってことです。どうしてかというと、この小篆までしか今までわからなかったところが、大量に金文が秦の時代に発掘されました。ということで、その小篆になる前の字の形はどうだったのかの探求が始まったわけですよ。ここで。だからこれはものすごく貴重な文献だということでね。これで彼はね、すごかったのがね、毛高亭にある文は、これはすごいね、長い名文なんですけど、これはもう設問の小篆。設問小篆と言いましてね、設問開示で使われている篆書。設問篆文というね、言います。それで、かなりこれは近いわけですよね、これは。これもまあ近い。篆は中にあるけれども。だけど結構これ字形が違うものがあってですね、これらも全部文と読めたのは、もちろん、その金文の一個一個の文字のね、そのコンテキストの中で、この文字は文と使われるだろうということで当てをつけられるってこともあるけれども、実はね、彼がこういうことをできたのにはね、すごい理由が、後ほどね、またそれも話したいと思うんですけども、こういった形でね、始まったということを見れてまいりたいと思います。そして、ここでありますのが、設問古中ほほ。またさらにほにほがついちゃってる。もう一回。つまり、御台帳が漏らした字を、貞仏玄という人がね、この人はね、設問開示をね、もう、設問開示コリンとか言って、もうその中央ね、いっぱいに、ね、貼り付けてね、編集したりもやってるんですけども、御台帳が漏らした金文をもっと補って、こんなのもあるよって、もっともっと発掘されたりしてるんですね。しかも、故事のあるこの文ありますよって、これ実は、前回に出しました、まさにあの故事から取ってますね。だから、故事なんかもね、彼はね、加えてます。あと、貨幣見ましたよね、前回いっぱい。だから、御台帳は、金文が主に来源であったものを、こういったね、貨幣やね、陶文っていうのも見ましたけどね、陶器にあったもの、あと、字印ね、古字とか印ね。こういったものでも補っているということで、かなりね、いろんな文字をね、さらに見つけてきておりますと。あと、石刻ね、石に刻まれたものに関してとかもね、ありますから、どんどん補って、こういう資料があるんだよ、っていうね、どんどんやってますよ、本当に。貞仏玄でした。そして、豪雲会っていう人がまた今度、ほほほーで、もう、
サンタクロースじゃないですけど、もう3本まで来ちゃった っていうね、ことでね、本当にまたね、補ってんですよ、文に関して。これで、ね、かつね、こういったご体調はね、もうただもう文字集めただけだったんですよ。ずーっと文字が羅列されてる。それに関して少しね、いろいろね、意見をね、彼は述べた。そう、術祖っていう人はね、これはこうなんじゃないのって意見を述べることも、長老の中で行われてきたということも見れてまいりましてね。少しこれは遡ってね、さっきの2、3のね、ほほほまで行っちゃったけども、そこより前になって、ご隊長の方から直にね、こちらに行ったということで、ありました。そして、こちらで出てきますのが、かなり今度は時代が飛ぶんですけれども、これはどうしたかと言いますとね、先ほど私、こんなことを話しました。文っていう字の中には全然文っぽくない。焦点とは字形がかなり違うね、文があったと。それをご台帳が読めた。どうしたかと言ったら、実はね、もう一個の系統がありましてね、前回やりました、素簡なんかありましたよね。監督に書かれた文字。ああいった文字がね、監督っていうのも、断髪的にですね、結構ね、出土してるんですよ。で、有名な話ではね、孔子の、もともとあった旧宅のね、壁を壊したらね、その中からね、古い竹簡に書かれたね、儒教の経典がね、いっぱい出てきたとかね、話があったり、あとは、もっと、それは、漢の時代の話でしたけれども、もっとね、あとね、秦の時代、西秦の時代、豊さんっていう人をね、前回出ましたけども、そのぐらいの時代の時にね、宮長書って言うんですけども、ものすごい数のね、竹簡が出たりしてるんですよ。それで、出土した当時、もうそれは本物はなくなってしまってるけど、有名なところではね、築書記念とかね、竹簡に書かれた歴史書であるとかね、あとは、墨天使伝とかね、そういったね、小説の元祖じゃないかっていうようなね、文献が出てね、もう一生懸命その時の学者がね、校閲して、一個一個この文字はこうなんじゃないかなっていうことをね、研究したんですよ。そういったことでね、古文というものがね、やっぱり、そういった知識が伝わってきてたんですよ。おいで、その時代にやっぱりこのね、郭中丞っていう人はね、この人は、どちらかと言ったら画家として有名かもしれません。彼が残した絵がね、描いた絵が残ってますよ。すごく貴重で、やっぱり宋の時代の絵はもうやっぱり貴重です。で、残ってまして。で、彼はね、実は文字学にも興味があって、カンカンっていう形でね、文を探してみますと、ありました！こんな形の文があるんだよっていうことをね、言ってくれてたりね。この古文をまとめたこのカンカンに続いてですね、カラさんっていう人がね、今度はこの人が古文四声韻として、今度は音でまとめてですね、こういったね、中でね、さらに補ってるんですよ。これで文という字に関しても、こんな字形もあるよとか言ってね、そういったね、古文の知識がずっと伝わってましてね。で、この中であるね、古い草書であるとか、老子であるとか、孔鏡であるとか、これは、古い竹簡に書いてあった文字でこんな字でもあったよっていうようなことをね、報告して、これも宋の時代の学者がやったことでした。そしてね、徒術公と。この人も、周典古文委員会と言っていましてね、もうさらに、こういったものが全部文だよということをね、この中で説明してるんですよ。で、それ見ますとね、先ほど、ご隊長が書いた中にも、この字形の文がありましたよね。だから、彼は、こういった、宋の時代に学者が考えて、こうやって、著録の中で報告をしている文という文字ね、これなんかもそうかもしれません。これを知ってたから読めたっていう部分があるんですよね。だから、出土文献として、どっちかって言ったらこっちは伝世文献に値しますよね。ずーっと伝わってきたことの知識、それを統合して読むことができるということなんですね。伝承古文と言われてきたんですけどね。伝えられてきた古文。これ結構変な形の字が多くてね、ちょっと怪しいんじゃないか、変なんじゃないかっていうね、噂もあったけれどもね、実は最近、素簡なんかも発見されて、それを読むときにも、こういった知識はものすごい重要で、すごくね、にわかに注目を浴びてるんですよ、本当に。まあ、字形は私が前回お話した通り、トーモって言って、模写に模写を重ねてるから結構なまっちゃってるってところはあるんですよね。だから、本当に同時代の資料ではないけれども、こういう字形があるよってことがわかるということで、すごいね、
いい資料だという評価が最近はちょっと上がってきてるんですよね。ということで次行ってみたいと思います。そしてこちらなんですけど、もう現代にバーンって行っちゃってるんですけどね、ちょっと趣向を変えてですね、ここからはね、どういうことをお話したいかと言いますと、貴局章という人、この人はね、有名な台湾のね、文字学者でしてね、彼は説問開示なんかも全部にね、注釈を書いたりもやってたりね、して、すごいいい人なんですけどね、彼は面白いことをもう一個やってまして、甲骨文が発見されたということで、それを先ほどのチョロクのような形でダーってやるんではなくて、文字同士の形がどういう、この文字に関してこれを加えるとこういう形になるとか、変化を被るかどうか、そういうことでね、こういった、ね、ここに、自入表って書いてありますけどもね、これはどういうことかと言ったら、あるものに関しての系譜ですよ、文字のその字形に関する。これにこれ、さらにこれを加えるとこうなる。これに何かを加えるとこうなるっていうね、そういう導き方で、文に関して見ますよ。この文という形、これだけあった。3個ね。少なくとも。で、それに対して、これに関して、下にこういう口をつけるとこういう形になるとかね。中にこういうやる足をつけちゃったとかね。あと、下にこの山か火みたいなものをつけたとかね。これか、もしくは、この、こちら側にまた違う部品をつけたとかね。で、また下側につけたとか、こっち左側につけた、右側につけた、上側につけた、ひっくり返したとかね。そういったね、変形をさせることによって、説明をしようと。そういうね、整理の仕方をしてるんですよね。これはすごくね、説問開示のずっと今までの人たちは、あの体験の中ではめ込んできたけど、発想の転換っていうかね、面白いことなんですよね。ということでね、この、甲骨文の字根を研究したと。まあ、言ってみれば語根っていうふうに言ってきましたね、ずっと。あるルートがあったら、それに関してまたいろいろくっつけるとまたどんどん派生していくって同じですよ。字根、今度は。字も同じだと。いうことで、部品をくっつければどん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 発展していく。それをね、記述したものだということで、面白い研究じゃないかなと思って出しておきました。そして、その結果、この文という字はこうなんじゃないのっていろんなね、意見もね、書いてあってね。それで、いろんないい意見をね、まとめてくれてもいるんですよ。ということで、すごくこれも貴重ないい研究です。そして、こちらは今度はね、中国の大陸の方なんですけどもね。孔徳漢という人。この人もすごい人でね、符形という言葉は、これは、系譜のことなんですよ。系譜アルスニカの系譜。これはね、結局、中国語では逆なんですけどね、この文というものに関して、ずーっと、今度は、通じ的と言いますけどもね、ずーっと時代ごとに古いものからずーっと並べるわけですよ。ずーっとね、それはね。で、それによって、どんどんどん来れば来るほど新しくなっていくという形で、この文字をまとめたと。いうことで、すごくね、これもね、面白い。きちっと時代ごとに変遷を見ていけるんじゃないかということで、こういった研究もありましてね、さらにこちら、ね、続いてますよね。それで、彼は、この後に意見を書いてるんです。その、全体を添えて見ていくと、これは、こうなんじゃないのっていうことであったり、あとは、どういう文脈の中で出てるのかってことをね、きちっと記述してる。すごくこれもいい研究ですよね、すごくね。文字の大量にある資料をまとめていこうという一つのいいアイデアじゃないかなと思いました。そしてね、こちらはですね、戦国古文辞典ということなんですけどね、先ほどの孔徳漢さんのね、ご師匠にあたるこの花林義さん、この人が前回お話しました。戦国時代の文字、戦国文字をですね、五系統に分解して説明したということありましたよね。戦国時代の文字の系統を立てたっていうね、この文献の中で体系化された。もう、本当に良い研究を行いました。まあ、ただし、最近どん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 新しいね、戦国時代の文献がどんどん出てるから、もっと後を継いでそれを増補していかなきゃいけないっていうことはありますけれども、こういった形でね、言ってみれば、一個のビジョンを示したという意味でね、その中の文字のデータが新しいか、まだ最新ではないとかそういうことじゃなくて、こういった戦国時代はこういう系統の文字があるんですよということを指摘した、それをまとめた、そういうシステムを作ったという意味ですごい研究だと思います。そしてこちらなんですけどね、東蓮智さん、この人はね、
説問開示交渉と言いましてね、ここに文がありますけどね、説問開示にあるものをきちっとね、文章、まあ、あんまり文のところには注釈いっぱい加えてないけれども、こちらなんか見ていただけるとね、新しい資料に基づいてね、いろいろ分析してるんですよ。ほいで、ここにこういうふうに書いてあるのは、間違いじゃないかとかね、巨神さんが書いたこれが合ってるか間違ってるかを一個一個ね、考えていった。これで正した。で、もう読んで字のごとく。ということでありますけどね。こういう研究がありまして、彼はもう一個面白いことがあって、説問部首敬意心象と言いましてね、説問開示に挙げられている部首。文というのは部首であるんですよね。そんな文字はたくさんないけど、この中には。3文字ぐらいしかなかったかな。だけども、ちゃんとその部首に関して分析をしまして、ね、だから先ほどのところの文のところであんまり書いてなかったかもしれない。こちらできちっといろいろと考えて意見を述べてますから。ということでね、この人の体のところにこの入れ墨の形ではないかというね、この心みたいなマークがあって、こういうマークがあるんだよとかね、いろいろね、文字をまとめて分析して考えてくれているということでね、全部今までの知識を体系化させていこうということがね、どんどん進んでましてね、文字学に関係するいろんなですね、資料があって、それに関してどういう意見なのか、もしくはどういうふうにそれを体系化をさせていくのか、そういったことをね、すごく見てまいったんですよね。駆け足ではありましたけれども、面白い研究を、私が面白いと感じた研究を取り上げていきました。大体今のでね、いろんなね、方向性といいますか、研究する掘り下げ方っていうのはね、見えてきたんですけども、例えば、説問開示があったようなあの体系は、部首というね、体系で全部まとめられてまして、まあ実際ここにね、部首敬意ってありますけども、でもそれだけではなくて、甲骨文や金文が見つかってくると、そこで文字のその関係性ですよね。それで系統を作ったりとかね。これとか、あとは戦国時代の文字はいろんな種類があったとかね。いろんな方向性から文字をその分析していった。そのアプローチの方法がありましたと。一個一個に関して一番ね、その中で言ってみれば金字塔と言いますけどもね。もう本当ランドマークとなる研究をちょっと取り上げてまいったんですけども。ちょっとね、私思ったんですよね。文字の音にもね、結構ね、興味持って我々やってますよね。で、それに関してもね、少しね、面白い資料があるからちょっと見たいということで、こんなものを見てみましょう。進行、御中、総本、光陰とありますけどもね。この光陰というね、書物がね、本当にね、大切でしてね。言ってみれば、唐のあたりの時代に、中古音と。もうこれはもう漢字ができた、それが固まった新漢よりももう、ずーっと、後になるんですよね。やっぱなかなか音っていうのはやっぱり難しい、表記するのは。で、それを体系化しておりましてね。光陰がありますけどもね。この、拓損堂というところがね、総本を、張さんという人が、長官、従官したということでね。要するに、布告したということなんですよね。で、ここの中にもやっぱり文というものがあるんですけどね。それで、文の音がね、ここの、これ赤でね、書いてあるんです。本当に、ここのところにね。彼が、全部ちゃんと、注釈を加えたりね、ここにね、あったり、あと音を今の、学者が、復元した中古音を書いてくれたりしているのでちょっと出したんですけども、まあ、双盤もちょっと出してみたいなということでちょっと見ておりますけどね、まあ、そういったものをね、先ほど説問開示でも同じでしたけれども、やっぱ貴重なものだったらすごく、でしかも紀行本と言います、もうめったに見れない本だった。だからそれを手に入れた人は喜んじゃってね、復刻しちゃったということで、こちらに戻ってみたいと思いますけれども。それで、ここにね、ちょっと気になってしまいましてね。なんでこういう文って音がね、ムー、ここにもありますね。ヌエンって書いてありますね。これ合わせれば。なのか。ちょっとね、見てみたいと思います。こちらがね、言語学者、弘文館、ベルンハルト・カールグレンっていう人ですけどね。この人が中古漢語の音をね、今言った光陰、もしくは、それの編纂される前の時代の説陰というね、文字体系がどういう音を表してたのかっていうのを実際にね、音で、アルファベットで書く。漢字はもうアルファベットで書きようがなかったからね、大変だったんですよね。だけども、実際に発音できる形でね、音をね、当てていく。それはどうだったのかっていうのを考えていく。
それをやりまして、現代の言語学に近づいてくるわけですけれども、彼はどういう作戦を取ったかというと、ものすごい数のですね、現代の漢語の方言たち、それをね、文に関して、もう文で来てますからずっと、ドゥーンって全部ね、集めたわけですよ。とにかく、当時集められる限り。これは今からもう100年前の研究なんですよ、本当に。その中で、これだけありますけれども、結構ね、このね、高麗と書いたのが、これ朝鮮に行った漢字の音。これと、これはね、門というね、言います。これ語音です、日本語の。これで、文はね、漢音なんです。で、いうわけでね、一番最初の動画、また見ていただければと思うんですけどね、そこでやりましたよね、このね、文書という場合と文書という場合があるというね、ことで、両方読み方ありますけど、やっぱりね、結構ね、この、日本語のね、音やね、朝鮮に行った音とかね、あとはね、安南というのはベトナム、それと、広州というのは、今でいう越語、広東語、それで白化語とかね、この上の方にあるものはね、南の方の方言だったり、古い時代に外国に借用されたものはね、結構古い音が残ってるということで、一番筆頭にあるんですけど、そういったことでね、彼は、これだけの地図にあるような、いろんな地点の方言を集めたんですよ。本当に。で、日本、朝鮮、ベトナム、海外のものも含めて。ほいで、あとは南の方のこの辺りの今言った方言がかなりね、やっぱり古い音を残してくれてる。北はね、かなり変わっちゃってる。古い音から変わってる。それはどうしてかと言ったら、もういろんなことが、いろんな民族が入ってきて、ぐちゃぐちゃになったんですよ。とにかく。だからかなりね、音韻的に動揺が発生して、もう、そう、元と来てね、もうモンゴルまで来ちゃったっていうね。ほいで、もう、秦なんかは、これは満州族が入ってきた。もう、すごいです、北は。動揺が起こった、漢語の中に。だけど、南の方は、あとはもしくは外国に行ったものは残ってたということでね、そういう音を当てたりしてですね。まあ今の感じでいきますとね、こんな感じでね、現代行けば、ベトナム行ったもの、日本に行ったもの、朝鮮に行ったもの、それに関して、あとこの南のこの方言ですね、長江よりも南の方はかなり古い音は残ってる。で、こちらの北はかなりこれはもう音が変わっちゃってる。っていうことでね、見て参れる。このあたりのね、南の方言っていうのが古い漢語の音を表しているから、中古漢語、隋や唐のね、時代の音を考えるには素晴らしい資料になる音のね、ということであります。こういったね、音韻学に入ってきちゃってるけれどもね、これも大事で、このカール・グレンさんがやってくれたがゆえに、さらにそれを今現代でどんどんどん精密にね、していったことと、ここから上古漢語にね、さらに行って、もっと遡る形で復元もできると、その出発点だと。結構彼のやった方法はね、あんまり厳密な音韻対応ね、すべての音韻対応に関していろんな方言がありますけどね、厳密にやったわけじゃなくて、全部とにかく集めてきた。この中で、どれかなって拾ってったら、M だろうということで M 当てたりしてね。ちなみにこの日本語の漢音の文はね、長安で、デナーザリゼーションって言いますけどもね、非鼻音化といって、んとか M とか N が文になっちゃうんですよ。要するに、M が B に変わっちゃった後は、唐の時代の長安に起きた方言を日本人がそれに触れてそのまま持って帰ってきちゃったってことでありましてね。当時の長安方言の、この、非鼻音化という言語学上、んがブーになっちゃった。馬もまーだったのがバになってるっていうね。M が B になる。っていうことでありますと。で、ちゃんとそこでは説明がつくということでね。これはもうね、このベルハルト・カーグレンさんが発表したすぐにね、マスペロさんという人がね、ここだよって言って、これは体音資料といって、別の音が分かっている。例えばチベット語とか、サンスクリット語のね、経典なんか、仏教の。それの中では、どうも、7世紀から8世紀にかけて、M だったものが B に当てられてるぞっていうふうに言って、当時長安ではそういう変化が起きちゃったんじゃないかっていうようなことね。で、かつそれが日本人が持って帰ってきちゃったもんだから、もうみんなね、その読み方になってるということで、説明がつくということでね、ちょっとお話して、音韻学で危ないんですよ。今、言語学に行ってきちゃったんですよ。今、文字学やってたのにってことでありますからね。ちょっと、こちらで。今度はね、このね、
行員の中のここの文章のところにダーって書いてあるのはね、何だったのかっていうことをね、ちょっと見ていきたいと思うんですけどね。こちらなんですけどね、この玉片という辞書がありましてね、これは梁の小夜王という人ね、有名な書家の虞世南のね、師匠として有名ですけども。このね、人がね、やっぱり文のところ持ってきたんですよね。こういうふうに書いてるね、ここのね、非常にもう、当時あった文字、かなりの数の文字ね、設問解字よりももっと字を増やして、これで字が増えていっちゃったってこともあるんですけどね。それで、そこに細かいね、意味はパパパパンって書いてくれて、本当はね、これね、ものすごい長かったらしいんですよ。彼は注釈をこうやって、この子だ、こうだ、あだこうだっていうふうに書いてたんだけど、宋の時代にかなりね、もう圧縮しちゃった。ただ、意味のところだけをね、抜き出しちゃった。それで、抜粋版だけがどうも伝わったらしくて、本当のこの玉片っていうのがね、写本でちょっと残巻といって、もう残本って言って、残されたものしか残ってないんですけども、本当はね、この後にいっぱいね、たくさんのいろんなことが書いてあったんですよ。っていうことはありますけども、それを、やっぱりたくさんの文字を網羅的にね、説明をしてくれてたから、行員なんかを編纂した人は、この玉片のある解説なんかを引用してきて書いてあったと。で、これは大事なことで、意味が違うと音が違うものがあるんですよ。だからそれをね、きちっと分別させるためには、こういったものできちっとね、意味も重要だと音と結びついて、ということでありました。そして、これが有名な後期辞典ですけれどもね、この辞書ではやっぱり文のところを持ってきましたけどもね、これは何をやったかと言ったら、歴代の秦の時代までのあった重要な辞書たち、それをね、全部ですね、もう、文に関してね、網羅的に収録した。ということでね、ダーってね、一個の漢字に関しては、これを見れば大体ね、今までのね、今見てきた、その玉片も全部含んでるんですよ。それで、設問解字も含んでます。で、玉片。で、釈明とかね。もう、すごいですよ。それに、有名な四書五経で引用したものであるとかね。で、それの注釈であるとかね。こういった形でね、もう、これを見れば、いいんじゃないかっていうぐらいのね、いい辞書をね、作ってくれて、これはすごくね、漢文を読む上では重宝される辞典でありますね。ということで、これはどっちかと言ったら、文字学というよりかは、訓誇学とか、あとは、半切がここに書いてありますからね、音韻学。先ほどの、口韻よりも前のね、頭韻であるとか、これはね、設問解字に書いてあるね、半切、そこでは言いませんでしたけどね、書いてあるんですよ、古いのが。で、それが、集約されておりまして。音韻かもしくは、訓誇学の方のね、ありましたけども、すごくこういうことも大事でありましてね、字形があったらそこには、字音と字義がありますから、ということで、ちょっとだけここだけは見てまいりました。そして、一つちょっと前回のホイにサプリメントになりますけどね、これはね、甲骨文に関してもね、ものすごいね、この釈文をね、もう、ザーってね、やってくれた、すごい研究がありましてね、一番からずーっとね、全部ね、甲骨文の上に彫ってあるね、字をね、並べてね、それで、これ今のね、例題と言いましてね、今の楷書に直した、全部。読んでくれてるのがありまして、これは、漏らしちゃならんというね。この陳年福さんっていう人がやった、この陰虚甲骨文、とうものもですよね。模釈。とうもして、解釈までやってくれてる。で、それすべてやっちゃったっていうね、いうことで、これを見れば、だいたいこの文字がこう読まれるっていうことが分かって、これでも全部正しいとは限らなくて、どん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 文字学者はよりね、こっちの読みの方がいいんじゃないかってことを提案しながらね、どん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 読んでいくということでね、ありましたけれどもね、最後にこんなものを見ていきたいと思うんですよ。ここにありますのがね、もう本当に、私が紹介してきたものも含んでますけれども、で、今言ったような甲骨文のものに関しては、この甲骨文合集と因習金文修正も前回見ましたよね。で、これに関してもね、因習金文修正の後にね、そこに収録されなかった、つまり新しく発見されたものとか、新しく出土したもの、そういったものがね、漏れたものがね、やっぱりね、補われてね、いっぱい出てます。もう、本当に。それも含めて、それ全部書いたら、ダーッといっぱいになってしまうから、もう一番最初の頃だけにしてもらいましたけど、で、これに対してはね、本当にね、
また2週3週とかね、あるわけですよ。うん。それとあと、考古物学習に関しても、新しくまた発掘をして、そこでまたね、その拓本なり写真なりが出てますと。いっぱいこの後にね、発掘されたもの、収録されたのかもの、漏れたもの、いっぱいありますと。まあ少なくとも知ってる限りでも、これに関しても、金文に関しても、もう何十とある。それで、甲骨文に関しても何十とあります。で、代表して一個ずつ書いといたっていうことはね、まあ断っておきますけれども。そしてこの後にありますのが、よく私が使う辞書ね、一個一個、もう大体見てまいりましたよ、本当に。これらに関して。殷、周、そして戦国ですよね。それで、新看板で来るね、ところまでね。大体のね、文字の字形がわかるということでね、いろんな、こういったものをね、ありましてね、本当に、見てまいりましたと、ということで、もう最近ね、結構ね、また、どん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 いろんな整理が進んでね、どんどんこういう辞書はね、どんどん新しいもので、よりね、磁石といって、この文字は今までこういうふうに解釈されてきたけど、新しくはこうだよって、最新の研究結果をね、含めて、どん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 改訂されてる、もうここはホットなね、分野だということで、ありますから、そういった形で、まあ今までで一番ある程度最新のものを私が選んでまいりました、ということでありますと。先ほどはどちらかと言ったら、辞書の方だったんです。で、今度こちらにあります、上がっておりますのはね、もう、中文書と言いますけど、中国とか台湾とか香港とか、漢語を使ってるね、地域で、どういった研究をしたのかっていうね、なかなかまとめてくれた。で、先ほど言った、提出原産はありますよね。設問開示コリント。もう全部そこにある注釈をブワーってね、集めまくる。で、金文に関してもそう。周方向さんね。そして、甲骨文に関しても、この右小吾さんっていう人がね、すごいんですよ、本当に。やりましたと。そして、文字学をやるとすれば、もう、すごいぞーっていうね、このね、給食系のね、文字学概要はですね、これは名著ですよ、本当に。もう、いろんなね、知識がね、もう、それを一冊読めば、大体文字学でやってる考え方、なり、歴史なりがね、詰まってる本だ、ということでね、大事だったりね、カリンギさんの戦国文字通論、これもそうです。もう、本当に、もう名著。本当に素晴らしい。いうことだったりね。あとはね、面白いところではね、一般的にもすごく知られてるのは次元っていう本ね。李学勤さんもすごくいい研究者でね。で、先ほど申し上げた、貴局章のね、設問新章ね、これもすごくいい本でよく参照されますと。いうことだったり、これ先ほど見ましたしね。で、トーランさんのこの中国文字学が、これが、文字学っていうのでやり始めたというね、本当に。これちょっと新しい方で、造訂本というか、新しく出された本で、その年で出た本ですごく、これが先駆者ですよね、本当に。で、劉翔さんのね、この小文字口径学、これもすごくね、いい本。で、高徳感ですよ。先ほど見ました、こちらも。そうですね。この陳武華さんという人も、この方もすごいいいね、研究を行った。中国文字学。すごくね、いい本です、これも。であったり、古典的名著。まあ、どっちかと言ったら、まあ、この旧釈計算のね、文字学概要の中に全部含まれてはいるんですけどね、こういったことも全てね、ということはありますけどね、もう最近出た中でね、すごく面白いのがね、甲骨文字のね、その字形のね、研究というのは、貴局章さんがね、自己研究やりましたけど、台湾のね、方でしたけど、こっちはあの、郭思超さんは、大陸の中国の方ですけどもね、これもいい研究ですよね。本当に新しいことであったりしてね。で、もう、去年出た。もう、この、方優翔さん。この人もすごい文字学者でね、この本もいい本だということでね、すごく読むといい本をね、あげておきました。本当にここで。といった形でね、最後のね、まとまりとしてはですね、文字学というものを今回ね、もう本当に、もう全部やってたらもう長くなってしょうがない。もうすでに長くなって申し訳ないってぐらいですけれどもね。本当にね、それらを全部まとめていってですね、文字学というものを考えていくにはどうしたらいいかっていうね、辞書なり、概論、すべてを体系的に見たものなりね、そういったもので、今回はね、どっちかと言ったらですね、文字学をやろうとした時にはどんな
書録、書籍を手がかりにやっていけばいいのかっていうね、そういう資料的な面と、もしくは研究の蓄積という面とね、二つの面でね、最後のページでも二つ分かれてましたよね。本当にそういった形でね、見てまいれたと思うんですよ。ですから、もうやっぱり本当に文字学に入ってきてんだなーっていう感じでね、もう今ど真ん中来てますよ。本当に今回もそうですけど。こういった研究を私はね、全部目を通して、前の人はこういったってことも考えた上で、研究っていうのはね、やっぱりね、昔の人がやったものをね、どんどんもっと良くしていこうっていうね、それもっと真実に近づきたい。もっと分かってなかったことを解明したい。もっと正しく見ていきたいっていうね、そのね、もう熱意とね、情熱じゃないかと。そこをね、ダダダーンってやっていくね。そのためにはね、それを網羅的にまず理解していかなきゃいけないんじゃないかということなんですよね。今までやってきたものを全部ね、もう消化しないといけない。そこから新たな世界が開かれていくっていうね。それだけのね、やっぱり歴史のある分野だから、ものすごい数のね、先人たちが一生懸命考えてね、やってきた分野だなと思って、本当に奥深いなと、幅広いなと思っておりました。こういう感じでね、今回はですね、もう文字学っていうね、一つの学問体系をですね、どうなってんのかっていうことをね、含めてね、それは二つの意味でね、見えてこえたと思うんですよ。一つ目はね、文字資料自体のね、変わっていくこと。それの変遷の系譜ね、ありましたよね。本当に文字自体が変わっていくという系譜。それと、それを研究していく人たちの、ある研究をやったら、これ研究がまだ出てきて、こうだっていうつながりね、その関係性、少しずつ分かっていくというようなね、ワクワク感の系譜というか、ありました。こういう二つの意味でね、系譜、全部ひっくりまとめて今回は見たかったことは、系譜あるスニーカーっていうのは、もうやっぱり系譜で見る中華文化ですから、それの資料をね、見てこれた。それは当時の人の資料だし、その研究であればその研究そのものの言論文なり、現象、最もプリミティブな形の残ってるものを見てこれた。それであったり、もう一つは資料も同時代のもの、本当に当時のもので見てこれた。それ二つなんですよ。まあ言ってみればですね、前回の動画がどちらかというと資料の方、今回は研究のね、活動、人間の研究活動、そういうね、人間味のある内容だったんじゃないかなと思っておりまして、そういう位置づけですね。だから前回とは姉妹編だということなんですね。ということでね、楽しんで、何回でも楽しんで見ていただけると嬉しいです、本当に。もう、たくさん詰め込んでおりますからね、見るごとになんかね、もっとね、もっともっとなんか楽しめるんじゃないかなと思ってね、そういうこと、そういう残されていく内容、見て楽しかったねって終わってしまう。そうじゃない。その、何回見ても、振り返っても面白い内容で作りたいってことを一生懸命やっておりますのでね。何とぞ、ケーフアルスニーカー、今後ともよろしくお願いいたします。ですから、チャンネル登録などしていただいてですね、いいねボタンを押していただけるとね、すぐに見れるようになるみたいなんですよね。ファイブライトにね、お気に入りに入って。ということでね、何とぞ応援よろしくお願いいたします。今回も、大変文字学の歴史、資料、盛り上がりました。ありがとうございました。どうも失礼いたします。